恋で,恋で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 恋キング。やっはロー皆さん、こんにちは。みやびんです。今、この5秒間まで普通いたし、爆睡というか、仮眠というか、撮ってました。はあ、びっくりした。ってことで、今日は、ひもじいが、自転車乗りながら、イヤホン知ってんじゃねーぞ、この野郎って感じで、皆さん、やってる方、 紐字が一軒一軒勝ち込みに行きますよ。お気をつけて、紐字お願いします。勝ち込み、えい。勝ち込み、えい。勝ち込み、<い>どこに勝ち込みればいいですか。一軒一軒、ビボビボ。まず君の友達で、せーが。やめろー。やめろ。リアルネームやめろー。リアルネーム？あ、そうだった。うん、<laughs> いや、彼なら平気だよ。平気か。うん えー、イヤホンつけて自転車に乗ってたら勝ち込むよ。<laughs> っていうかね、これね、うち、言うの忘れてたんですけど、うん、イヤホンのレビューだらけじゃないですか。はい。で、えー、イヤホンをして、うん、チャリンコ乗るのは、絶対やめてくださいという話をしてなかったなと。うんうん、なぜならば、うち、当事者なんですよ。実は。被害者なんです。 でかなり人生積んだことがありまして、はい、僕じゃなくてうちの妻なんですが妻は医療従事者です、うん、勤務中です、うん、その時あのちょっと訪問看護やってて、うんまあ、そこの市長で所長だったんですけど、うん、あそうだったん、はい、っですかでそれでもあの方はあの方だって <laughs> うちのお,お嫁さんはお嫁さんは、うん お嫁さんっていう言い方ってダメで正式は妻って言わなきゃいけないんですけど一応ライターなんでねうちの妻は現場大好き人間なので管理職でっけでずっと断ってきてたあの給料も上がるしね偉くもなれるんだけど現場が大好きだからでましょうがなくいなくなっちゃったからやらざるを得なくなってやってたんだけどでも患者のとこ行くので 自分の病院を出て、うん、他人のところへ向かおうとしたら、うん、とある、うん、もう成人してるんで、本当は名前言ってもいいんですけど、うん、とあるにしときます。はい、とある女子大生。あ、マジうん。の、チャリンコに、はい、突っ込まれまして、うんえー、そのまんま救急車で、うん 自分の病院に運ばれるという <laughs> えことがあって、はい、まあ結果的に後遺症が残って、うん、まあ腰と膝、うん、やっちゃったんで階段きついししばらくっていうか、まあ、本当は現場再起不能状態だったんですけど、うん、しばらく何年か休ませて、うん、まあ復帰して、うん、で今は。 もう大好きな病棟とかのバリバリやる現場はできないので、うん、まあちょっと楽な職場で現場やってますけど、うん、まああね、2つありまます。うん、まずその女子大生さんは、うん、えか、ー、ごに荷物をいっぱい積んで、うんうん、前方不視界っていう前が見えづらい で、えーね、自転車乗ってる方、いつも車、うちら乗ってるとムカついて、ぶち切れそうになるけど我慢してますけど、あの逆走するのやめてもらいますあの左側通行なので、日本は。左側なのに、右側走ってるバがいるんで、えーま、あと逆走です。うん、あと、一時停止無視。 えーえー、チャリンコって車と同じ扱い軽車両なんで信号無視もダメだしえー、っと車と全く同じルールなので一時停止もしなければいけませんとイヤホン爆音アンドながらスマホ最悪じゃんで結局ねあのまあその子は刑事の方は すぐ起訴されて書類送検されて業務上過失致傷と重過失傷になったのかな反省の色なかったからうち謝罪一切来なかったしマジでなんでまあ前科つきましたまあ執行猶予ついてるんでね在宅起訴でまあただ一生前科は残ってるんでまあ職種捜査されたら出てくるけど隠して楽しく生きてんでしょうけど。 まあ、人間終わっうん,、ねまあ、んでうちの奥さんはあの看護師が一生できなくなるような危険にさらされて、うん、でも相手の会社がねもうちゃんと言うけど AIG 損保っていうね,もうね極悪で有名な外資系の損保会社で金払わないので有名なんですけど、まあ、ググってもらえれば AIG 損保評判とかでググってもらえれば。 もう金だ、払わないとか、すごい有名な、裁判になっても払わないかったとか、いろいろ口コミ書いてあるんで、うん、まあ違ったんだったら、あの、訴えてくれていいっすよ。もう散々やり合ったんで。で、えー、っと、まあ偶然ね、まだその子は、学校でその保、政教科なんかでその保険会社入ってたんで、うん、そこが出てきたの。うん、で、民事のやりとりはそっちとになるわけ。うん そうすると、皆さん、ここから大事なんで聞いてください。えー、交通事故、特に自転車で引かれてしまうと、うん、あの、もうね、交通事故っていうのは、基準が決まってるんです。うん、こうこうこうだったら何点みたいな点数決まってて、もう賠償金額が決まっ計算されちゃう、うん、で、後遺障害っていう後遺症を、相手の保険会社が認めなかったら、 裁判なっっちゃてで裁判何年もやっても取れないんですよお金が。でまあ仮にね例えばうちの嫁がもう膝と腰やっちゃったからその時階段のマンション住んでたんで階段上れないからしょうがないんで引っ越したんですよ。まあみやびも知ってる前の家エレベーター付きの。 その引っ越し費用とかも全部こっちは出さなきゃいけないし。うん、で、それを保険会社に請求しても認めませんとか、認められませんとか。なんでんのんで、まあ最終的にはさ、仕事ができなくなってるわけじゃん。うん。でもし一生できなければ、例えば年収が600万だとします。うん、でかん、医療従事者ってさ、 定年ないのよ。うん、だ仮に65まで働いたとすると、うん、って、うちのね、奥さんが事故あってから、それまで二十何年あったわけよ。うん、500万かける二十何年分損するわけじゃん。うん、軽く一億超えてんじゃん。うん、損、損害金が。うん、で、病院通って、まあ病院通うのとかは出るけど、で、結局、 2年ぐらいかな、うんやりあ、うちの弁護士と保険会社の弁護士がやり合って 2>、うん、でもう2年経って、うん、もうどうする裁判するって、うん、でうちの弁護士に聞いても裁判したところで交通事故だから取れないよ、うん、でも揉めてんのも嫌だったから、うん、もうね もういいっすよって,って、うん、時短交渉入って時短にしたら、うん、いくら振り込まれたと思う<え>賠償金数十万とかいや数十万じゃないけどそんな億単位の損害とか、うん、引っ越しだけで100万以上お金かかってて、うん、120万だよ2年かかってえそれが交通事故です で本人ね前科ついても別に刑務所入ってるわけじゃないし、うん、普通に女子大生やって、うん、まあ卒業して今頃働いてんだろうけど知らん顔して、うん、そんなもんですよそういうことになるので本当気持ち悪いね、うん、ただ加害者の女子大生も今はそうやって問題ないから、うん、あの暮らしてるを知らないけど今何してんのか、うんうんうん 前科はつくので、うん、まあ、でっかい企業に就職しますってなった時に、前科あったらダメかもしん、ね、ダメってなるかもしれないし、うん、前科持ちっていうのはいろいろ不具合が、うん、前科があったらできない仕事っていうのもあるので、資格が取れないとか、うん、拳商の資格も取れないし、うん、前科あったら。だからいろいろ制限つくし、 まあちゃんとした家の人と結婚するっての時に身辺調査された前科あるのバレたら多分結婚もご破産になるだろうし引いた方も引かれた方も人生最悪になるんでえ何も考えずえ気軽にイヤホンをしてチャリンコ乗るのは本当に危険なのでやめてくださいっていう。で自治体によっては条例で 違反な、違反って決まってるところがあるので、その場合罰金だったり、えー、ちゃんと罰食らうので、えー、それは自治体ごとに違います。日本の法律の中でまだ自転車に乗りながらイヤホンをしていけませんという法律はないので,、うん、で、ないから各自治体が条例でやっちゃダメですとか、うん、そういうのは注意しますとか、いろいろ条例で決まってるんだけど、まあ人としてやってほしくないなと。うん いくら音楽好きで、うん、オーディオ好きでイヤホン好きだからってそれを聞きながらまあチャリンコ乗る、うん、で人を傷つける、うん、そこで後悔しても遅いので、うん、ゲップ出たけどまた本当にやめた方がいいので、うん、まあ法律がないんだからいいじゃんと思う人はやってりゃいいですけどもし人引いたら 結構人生終わりますよっていう相手の人生も終わらせますよっていう話ですしまあ僕的にはまあ電車の中はいいですけど道へ歩いてる時もイヤホンで爆音で周りの音聞こえないっつったらあんた車にひかれるよっていうパターンもあるし逆に自転車にひかれるかもしれないしまあ基本やめた方がいいですねっていう感じなので まあ、ちょっとその辺ねずっとレビュー5月からやってきてちゃんと言ってなかったなと思って、うん、言わなきゃなと思って気づいたんで、うん、言ってますけどうちは本当に被害者なのでながらスマホと爆音イヤホンの女子大生にうちの妻が思いっきり引かれて入院してるので運ばれてで後遺症残ってるのでいまだに腰と膝やばいんで。うん そうなるので一生のの傷背負うでで相手は、うん、でまあチャリンコだからね本人もこけ方悪かったら怪我するかもしれないし、うん、そういうことねもうね本当にちゃんと何したらどうなるかっていうのを考えて行動できる人たちに少なくともうちの常連の視聴者さんとかまあうち見てくれてるいつも視聴者さんにはそこは本気で考えてみてほしいです。強制はしませんけど 痛い目見るのは本人なので。で、うちは被害者家族として僕が、本人は絶対言わないから、うん、うちの動画に何回も出てますけど、うん、ちょっと言わせてもらいます、これを機会に。はい。というわけで、えー、イヤホンで音楽を聴きながら自転車、バイクなんか持ってのほかですからね。バイクとか車の場合はあの結構やられますよ、本気で。切符切られますから。というわけで、えー ドランしてよしいですか。はい。はい。<laughs> 結構みやびも知らなかった話したんだよね。賠償金の話。ほぼ知らなかった。なので、えー、感想はお任せいたして。<laughs> <笑><笑>あやべ、拳がくる。というわけで私はドランします。シュッシュッシュッ。よいしょ、なぎさん、いいてね。はい。はい。いやまさか私そこまでのなんか細かい経緯とかは聞いてなかったのでなんかあら。 改めて本当に危険性を感じたなって思うしえっ、ー、てか私今更だけどその女子大生マジで気持ち悪いんだけどなんかすごいよく普通にのうのうと生きてられるよなって思うしなんかその神経を本当になんかねどう育ったらどういう教育受けたらそういう神経になるのかなって思うぐらい今結構自分の中で気持ち悪さが増してて。 なんかすごい、うん、胸くそ悪いんですけど、<laughs> 言葉悪いんですけど、なんかほんとそういうね <laughs>、まあいつも言ってますけど、人のことをね、ちゃんと考えられる人間になりましょうねって話ですよね。まあして、女子大生とかね、まあそういう成人としてやってるね、皆さん、まあ成人ですから、あれですけど、成人として生きてる人たちは必ずうう責任感あるから、責任をね、常になんか、こう、なんだろう、持って、 ちゃんと立派な大人として生きてもらえたらなって思います。なんだろうなんか本当にね、今気持ち悪いのその人がなんか考えただけで。どういう本当に、どういう神経なんだろうとか、なんか気持ち悪いの本当になんか。本人だとないやばいと思う。なんか人間じゃないと思う。私本当に。あの、サイコパスレベル350超えてると思う。 もう一気に爆発した方がいいぐらいと思う。本当に。それぐらいなんか、やばいと思うから、皆さんもね、そういう風にならないでほしいなって心から願っております。これをね、ちゃんと動画見て、心に留めて、そういうね、行動を起こしてほしいなって思います。はい。皆さん今日もありがとうございました。よかったらコメントと高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあねー